合いのコールをします。女子シングルス5年生以下、試合番号18番、山本ひなのさん、熊本県対山岡千里さん、香川県の試合を第1コートで行います。試合の結果をお知らせします。第11コートで行われました男子シングルス5年生以下、高嶋千尋さん、徳島県対増田大輝さん、広島県の試合は2対0で高嶋千尋さん、訂正します、2対0で増田大輝さん、広島県が勝ちました。お知らせします。選手番号128番、長野県手塚ひなのさんは至急招集場所までお越しください。試合のコールをします。女子シングルス5年生以下、試合番号19番、石田萌花さん、徳島県対加藤志穂さん、徳島県の試合を第14コートで行います。続きまして、男子ダブルス6年生以下、試合番号19番、根本俊平さん、岡部翔さん、神奈川県対伊藤修さん、菊池優斗さん、南北海道の試合を第9コートで行います。待機のお知らせをします。招集番号130番から133番までの選手は招集場所までお越しください。試合の結果をお知らせします。第17コートで行われました男子シングルス5年生以下、田中大輝さん、福井県対江永光作さん、茨城県の試合は2対0で田中大輝さん、福井県が勝ちました。第3コートで行われました男子シングルス5年生以下、黒田壮志さん、福岡県対古川哲翔さん、徳島県の試合は2対0で黒田壮志さん、福岡県が勝ちました。待機のお知らせをします。招集番号134番、135番の選手は招集場所までお越しください。試合の結果をお知らせします。第5コートで行われました
ングルス5年生以下三住レオさん山口県対山脇康介さん愛知県の試合は2対0で山脇康介さん愛知県が勝ちました。試合のコールをします。女子シングルス5年生以下試合番号20番小塚ひなのさん長野県対武藤花さん北北海道の試合を第13コートで行います。試合の結果をお伝えします。第9コートで行われました女子シングルス5年生以下大石真央さん福岡県対川端愛さん愛媛県の試合は2対0で大石真央さん福岡県が勝ちました。第13コートで行われました男子シングルス5年生以下岩佐春樹さん香川県対田上寛太さん熊本県の試合は2対0で田上寛太さんが勝ちました。試合のコールをします。男子ダブルス6年生以下試合番号23番安田翔さん前田博人さん香川県対谷刹那さん広田裕太さん新潟県の試合を第15コートで行います。続きまして男子ダブルス試合番号男子ダブルス6年生以下試合番号21番中村礼心さん松尾直樹さん福岡県対土屋なるさん八木沢秀樹さん埼玉県の試合を第8コートで行います。
試合のコールをします。男子ダブルス6年生以下、試合番号22番三石光太さん、梶彩人さん、愛知県対宮崎直也さん、足立瑠衣さん、熊本県の試合を第4コートで行います。続きまして、男子ダブルス6年生以下、試合番号24番井田新太さん、笠谷裕子さん、京都府対渡辺春樹さん、末村ボンさん、北北海道の試合を第2コートで行います。待機のお知らせをします。招集番号136番から139番までの選手は招集場所までお越しください。訂正をします。男子ダブルス6年生以下、試合番号22番三石光太さん、梶彩人さん、愛知県対宮崎直也さん、足立瑠衣さん、熊本県の試合は6コートで行います。
子ダブルス6年生以下、試合番号25番、久保田宗久さん、橋本優斗さん、岡山県対小川優太さん、佐藤佐久田さん、東京都の試合を第10コートで行います。試合がコールをします。女子ダブルス6年生以下、試合番号20番千葉優也さん、平場日和さん、宮城県対山本穂香さん、竹村美優さん、南北海道の試合を第5コートで行います。待機のお知らせをします。招集番号140番から143番までの選手は招集場所までお越しください。
村川翔馬さん長崎県対増田春さん兵庫県の試合は2対0で増田春さん兵庫県が勝ちました。第14コートで行われました女子シングルス5年経過長渕ゆりかさん佐賀県対赤澤理子さん徳島県の試合は2対0で長渕ゆりかさん佐賀県が勝ちました。第1コートで行われました男子シングルス5年生以下清陽翔子さん北北海道吉森空さん岐阜県の試合は2対0で吉森空さん岐阜県が勝ちました。第7コートで行われました男子シングルス5年生以下宮下翔吾さん石川県対石若壮太さん神奈川県の試合は2対0で宮下翔吾さん石川県が勝ちました。結果をお知らせします。第12コートで行われました女子シングルス5年生以下熊谷さつきさん北北海道対本田花恵さん山口県の試合は2対1で本田花恵さん山口県が勝ちました。第10コートで行われました女子シングルス5年生以下松本咲希さん愛知県対花本リーナさん鳥取県の試合は2対0で松本咲希さん愛知県が勝ちました。ダブルス6年生以下試合番号26番水上かなたさん野原明人さん岐阜県対祇園田隼人さん中原秀俊さん熊本県の試合を第14コートで行います。
のコールをします。女子ダブルス6年生以下、試合番号22番、伊庭真麻さん、岩田真由さん、京都府対八島美子さん、森沢子さん、埼玉県の試合を第13コートで行います。お知らせします。招集番号141番石川県の選手は至急招集場所までお越しください。